なんだろう、すごくお披露目するドキドキとか緊張はありますが、なんだかこう早く見ていただきたいというか、そういうワクワクした気持ちの方が今日はちょっと強い気がしていて、なんかこういう気持ちになるのは私は初めてなので、今まではもう緊張でお腹痛くてトイレから出られないみたいな、そういうタイプなので、なんかでも今回はすごくこう時間をゆっくりとというか、まあ丁寧にかけて、お芝居お稽古してきて、なんだかこう早く見ていただきたいなっていう気持ちでいっぱいです。迷うほどたくさんいいシーンがあるんですが、その中でも今回は無言劇っていうのがありまして、そこはかなり注目して見ていただきたいなと思っています。日常をこうセリフとか、ものを使わずに、マイムでこう繰り返していくのですが、すごくこう日常の匂いとか空気感とか伝わると思うので、注目して見ていただけたらなと思います。